梅野浩二青い。相手の打撃技を無力化することができる当て身、いなし技が充実している。また鋭い打撃技もあるので攻守のメリハリがつけやすいキャラである。ファイト1レディーゴー。このように肘などをガードされた直後、相手は避け投げ抜けを入れてくるケースが多い。それに対し回転系の草薙を出すと相手の避けを潰すことができる。しかしこれがノーマルヒットだった場合、この後葵が不利になってしまうのだ。そこでその後の反撃に対応するためにそのまま天地引用へ移行する。この構えはほとんどの上中段攻撃をいなすことができるのだが、下段攻撃に対しては非常に弱い。しかしこの状態からレバーを上下どちらかに入れると軸ずらし移動へ派生する。これで下段攻撃をすかすことができるのだ。このミドルキックヒット後、お互い五分の状態から葵が出す上勢流線章、これは出がかりに相手のタッチパンチや肘を非常にすかしやすい。ここではこのように投げをすかしている。これがヒットするとその後の強力な連携へつなげることができるのだ。最後は起き上がりに肘を重ね、相手がその後の連携を警戒しガードを入れたところに投げを決める。ここまでいかに相手に打撃を警戒させるか、それがこのような一発止めからの投げを決める上で重要なポイントとなる。ファイト4レディーゴー。このように寸止めを使い相手を警戒させ、その後両足を当てる。これも葵の基本的な戦術の一つである。これがカウンターヒットするとその後に強力な追い打ちも可能だ。相手のダウン直後に出たこのキック、これは暴発ではなく、このキック後の水月突を起き上がりに重ねるための先行入力なのだ。これがヒットすると相手は崩れダウンになり、そこからコンボを入れることができる。それを警戒しガードをしてきた相手に対し、あえて P は出さず投げを入れる。先行入力のタイミングさえ合わせればほぼ確実にダメージを奪うことができるのだ。